はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はですね、ちょっとプチティップスみたいなのを紹介していきます。私がいつもやってる画面録画の使い方を皆さんにもちょっとシェアしていきたいんですけど、画面録画ってこの右上から上からシュッてやるとコントロールセンターっていうのが開いてくるんですけど、ここにたくさんボタンが並んでいて、そのうちのこの20丸のやつですね、これ画面録画になります。で、これレコーディングしたらこの画面自体が収録されてビデオになるってやつなんですけど、実はこれ音声もですね、一緒に収録できるの皆さん知ってましたか？結構ね、知らない人いるみたいなんですけど、私はですね、いつもこの画面録画と自分の声も一緒に吹き込んで、で、その動画データをこう人に共有してですね、iPad の使い方を教えたりしています。なのでちょっとね、それを見せたいんですけど、やることはですね、この画面録画のボタン長押しします。ね、長押しすると下にマイクをオンオフっていうのが出てくるので、これをですね、マイクをオンにしてください。おそらくデフォルトではこれオフになってるので、声を吹き込むことができないので、これ赤いボタンにしてオンにしておいてください。で、この状態で画面録画のボタンを押すと、自分の声がですね、吹き込まれた状態で、なおかつ iPad の画面も収録できるっていうような仕様になります。ちょっといつもの感じでやってみますね。はい、じゃあ写真アプリの、整理の仕方なんですけど、写真アプリ開くとですね、この左上のところにタブ表示、非表示っていうのが出てきて、このタブ、サイドバーと呼ばれるところですね、ここをうまく使うと結構写真のオーガナイズがうまくなります。左側のサイドバーの一番下に行くと新規アルバムっていうボタンがあるので、これを押すと新しいアルバムを作ることができます。例えば何でもいいんですけど、ブックっていうアルバムを新しく作ったとします。で、そうするとこのアルバム、左のサイドバーのアルバムの一番上にブックっていう新しいアルバムが出てきてるのがわかると思います。この中に写真をどんどん入れていったりすると、結構後から見た時に綺麗にオーガナイズされてます。じゃあ写真を選択していきましょう。選択をして、で、この状態で長押ししてください。長押しです。長押ししてギュッて長押ししたまま左のサイドバーに持っていってください。今手は離してないです。画面から手は離してなくて、画面を長押しした状態で左のブックのサイドバーに画面を持っていきました。で、手を離します。そうするとこのアルバムの中に選択した写真だけが入っていくので、こんな感じでアルバムの中を整理してもらえるといいと思います。はい、こんな感じで終わりです。で、収録できたら写真アプリの新しいところにこんな感じで動画データね、一番新しいの出てると思うので、これちょっと再生します。はい、じゃあ写真アプリの、整理の仕方なんですけど、写真アプリ開くとですね、この左上のところにタブ表示、非表示っていうのが出てきて、左側のサイドバーの一番下に行くと新規アルバムっていうボタンがあるので、これを押すと新しいアルバムを作ることができます。じゃあ写真を選択していきましょう。選択をして、さっきのアルバムの中に入れたいやつをですね、こんな感じで全部選択します。画面を長押しした状態で左のブックのサイドバーに画面を持っていきました。で、手を離します。はい、こんな感じですね。ちゃんと音声も入ってると思います。ただ、画面上にマウスポインターがないので、左のサイドバーとか、右上の選択ボタンとか、どこにボタンがあるかっていうのをですね、ちゃんと言ってあげなきゃいけないんですけど、まあ、それでもね、サクッとこう人に教えたいときはすごく便利なので、よく使ってます。で、この動画データ人に送るときは選択して共有ボタンのところから、上のこのアプリ選択しますね。メッセンジャーとか LINE とか何でもいいんですけど、送るアプリを選択してもう人に送ればいいだけですね。もうすっごい簡単に説明することができます。この YouTube とかでは俯瞰でね撮ってるんですけど、これいちいちやるわけにはいかないので、まあ私はこんな感じで人に教えてるって感じですね。で、もっと言うとですね、この右上のコントロールセンター、今画面録画のボタンを長押ししたらこうやってマイクオンオフとかね、違うアプリの録画とかできるんですけど、他のアイコンもね、長押しが効くんですよ。例えばこのタイマーのボタンを押してみます。そうすると、タイマーの時間設定をここで決めることができるんですよ。タイマーポチって押した時に何分で開始するかっていうのをここでざっくり決めることができます。で、あとは懐中電灯とか、これだと明るさを決めておくことができますね。まあ、iPad の懐中電灯あんまり使う人いないかもしれないんですけど、ここが決めれたりとか、
あとはこの画面の明るさのボタンですね。ここ長押しすると下のところに、ダークモードオンオフ、これよくやってる人いるかもしれないですね。ダークモードオンオフとかナイトモードとかね、あとトゥルートーンオフオンとかも決めることができます。でこの左上の Wi-Fi のところを長押ししたら、AirDrop の共有設定とか、あと Bluetooth の、デバイスオンオフとかを切り替えることができます。であとはメモアプリとかもありますね。メモアプリ長押しすると新規メモを立ち上げるか、書類をねスキャンしてそれをデジタル化するかみたいなのを選ぶことができるんですけど、例えばこれ新規メモを押すと、即この新規メモを書くことができるっていうような感じになってます。で最後このコントロールセンターの設定なんですけど、設定アプリのところに行くとコントロールセンターっていうタブが左側にあります。でそれ見るとこの上と下で分かれてるんですけど、この今上側にあるもの、これが現在コントロールセンターの中に入っているものです。この現在コントロールセンターとこの上側の、一式がリンクしています。で下がですね入ってない項目になるので、もし足したかったらこのプラスボタンを押すと上側に移動します。でこんな感じでコントロールセンターをカスタマイズしていくといいと思います。はい、ということで今日はこんな感じでちょっとプチティップスでしたけど終わりにしたいと思います。役に立ったらぜひいいねボタンの方お願いします。であとですね、アミティ先生の本絶賛発売中です。私の過去の YouTube から厳選して、使えるチュートリアルを50個ぐらい集めて詰め込んでますので、普通の iPad 本ではね知らないような iPad の使い方とか、あとはデザインとかイラストの書き方、あとノートの取り方とかを紹介しているので、ぜひこのアミティ先生の iPad クリエイティブって本ですね、概要欄の方からチェックお願いします。であとは YouTube のメンバーシップ、週末に iPad のオンラインセミナーをやってます。いつもの YouTube はですね10分ぐらいの短いチュートリアルなんですけど、ライブ配信の方ではもっと込み入った使い方とかを1時間かけてしっかりと教え込む形でやってます。質疑応答しながらねみんなでワイワイやってますので、そっちもチェックお願いします。月1800円でライブに参加できるのと、あと過去のアーカイブも見れるようにしています。アーカイブは1ヶ月までなら残ってて、1ヶ月以降は消えていっちゃうようにしているので、見たい人はですね早めに入ってもらえると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。またこういうちょっとプチティップスみたいなのもどんどん上げていきたいと思っているので、よかったらいいねボタンお願いします。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。